はい、こんにちは、小野田回しです。今日は、YouTuber のひーくん、 YouTuber ですね。 YouTuber ではない、ね、ではない、たまにあげてる YouTuber サボりはい、の髪を、ブリーチをね、3、4回して、この市販のやつ今日あえて使います。はい、この市販のメガメガブリーチを使って、ブリーチをして白っぽく、したいと思います。はい、そんな感じでやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ塗っていきます。いきます。はい、じゃあ一回シャンプーしましょう。フリーザー、フリーザーいきます。ヤンキーが、ヤンキーチャンネル始まりました。大丈夫かな。1回目こんな感じ、ヤンキーチャンネルですね、これは。やばいっす。もう一回やりましょう、フリーチュー。あとどのぐらい抜けとったの。いや、あともう2回は絶対。じゃあもう完全に賢者タイムです。そうです。どうしたんですか。元気ないです。賢者タイムブリーチが頭皮に。はい、じゃあもう一回お願いします。すいません。2回目のブリーチ後、もうスーパーサイズです。2回目そうすげえ。ゲストでした。はい、じゃあ3回目になりますか。アニメに出てくるザコキャラ。ザコキャラなんだ。いきます。はい、行きます。今回はちょっと頭皮が痛いということで根元を開けてやります。根元の方が明るいって。根元ほとんど白って。うん、おはようございます。やりました。はい、流せる。最後、最後じゃないか、3回目のブリーチを流します。はい、行きましょう。シングリトメントします。ほら、染める前なんで大丈夫なんですか。すげえ光ってる。これで乾かして、おお、あー、だいぶ白っぽくなってきたね。これちょっとアッシュと若干のバイオレットを、混ぜた薬を塗ってきます。塗ってきます。はい、ここにちょっと並べとこうかな。1回目のブリーチ、2回目のブリーチみたいな。途中からリアクションになっちゃう。痛い痛い痛い。ほんと笑えないです。3回目は果たして痛いのかどうか。死亡事故。いきますか。痛みを超越しました。フリーザーさん、マジでデスビームです。はい、こんな感じですね。じゃあこれでちょっと乾かして。はい、乾かします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回、ブリーチ3回そうですね、メガブリーチ3回と、色をプラチナシルバーと、バイオレット混ぜました。仕上がりがこんな感じ。やっぱり1回で真っ白にするのは大変なんで、まあ、これでちょっとブラシャンとか時間をかけて、はい、そうですね、ブラシャン家でやってください。はい、はい、
じゃあそんな感じで、今日はひーくんに協力してくれましたもらいました。ありがとうございました、はい、じゃあ自分のチャンネルのいや多分コメントするんでコメント欄多分コメント欄にいると思うんで、はい、よく人のコメント欄でコメントしてるんで。そうだね、確かによく見かける気がする。暇なんですよいろんなところで公認にして暇っていい青春充実してないほんと辛いです急になんか辛い話がはい、そんな感じでひーくんとコラボでした。ありがとうございました。じゃあ文化祭楽しんでください。ありがとうございます。はい、じゃあまた。では。さよなら。